でしたか今回出動は。はい、スタートが全く決まらず、うん、両ヒートともで、ヒート2に関してはフロントキャリパー途中からなくて、キャリパーがない、飛んでっちゃいました。キャリパーが飛んでった。ジャンプ飛んだらキャリパーがフワーって、うわーやべえと思って、スローモーション、はい、とりあえず一周そのまま走ってフロントにかフロントホイール引っかかんなくてよかったなみたいな。走ったら途中で多分ジャンプの着地かなんかでホースが切れて、そのままキャリパーどっか行っちゃったんで、うわ、キャリパーなしで、キャリパーなしです。フロントブレーキレバーあるのが良くないですね買っちゃうんで、そう、握っても効かないみたいな、そんな感じでペース上がらず、まあ、はい、全体的に見るとでもまあどうですか。まあはとりあえず3-3でまとめれたから、まあ、うん、最低限表彰台乗れたのはいいかなって思うんですけど、まあヒート2古賀くん見えてたし、フロントブレーキあったらなーっていうまたられはですけど、はい、思いながらとりあえずエンジンブレーキ使ってなんとかなんとか、とりあえずぶっ飛んでましたもうタフですね、春樹も、うん、あんだけぶっ飛んで、ですね、はい、なんとかまとめた感じです。とりあえずスタートを克服しないと1位争いできないんで、スタート練習して苦手な広島を走り、苦手なんて広島はね、苦手ですね結構好きなんですけど苦手ですね。嫌な印象が多いですからね、はい、結構記憶が行けば記憶が飛ぶ、なんか腕がえぐれるみたいな、はい、嫌な印象が多いですね。なんで、はい、もう事前も行かないんで、ぶっつけでとりあえず走り切れたらいいかなとまずは、はい、いやせめて 3-3 ぐらいがいいかな、はい、まあでも走るからにはしっかり優勝狙って走るんで、応援よろしくお願いします。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ついに総合優勝獲得です。とりあえずはラッキーで、ラッキーじゃないですか。大気は子供連れて、そう、楽に勝つことができました。ヒート1はどんな感じですか。ヒート1は中盤で上がりして垂れて、でもペース掴んできてまた追い上げて抜けるっていうところまで詰めてきたんですけど、コースアウトしちゃって、それでまた離れて、また最終ラップにも追いついたんですけど、もうちょっと抜けなくて、まあ、勝てたレースっていうのは分かんないですけど、まあ、勝つ可能性が大きかったところで、自分のミスで潰してしまったから、そこだけは広島は課題ですよね。ヒート2はまあそうですね、ヒート2は1つはもうまた同じような展開になって、後半に仕掛けようかなと思ってたところに大輝かけてくれたから、まあラッキーラッキーと思います。ラッキー、まあ、本当にいいんですね。次広島はどうですか。まあちっちゃい頃から乗ってるコースだし、まあ、コースは変わってからは乗ったことはないですけど、まあ選手の追い出し申し上げます。多分大丈夫だと思います、はい。僕はラムソンジャンプとかひねる系は全くできないんですけど、勝つことはできるんで応援よろしくお願いしますありがとうございました。総合に新井宏樹選手、パチ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 じゃないパチパチじゃない。お疲れ様でした。どうでした、ヒート1は。ヒート1はホールショットから の4位です。4位です。全然いいとこなしで、スタートだけですね、いいとこ。ヒート2はスタートホールショットからの頑張ったんですけど負けちゃいました。2位です。結構離したんですよね。そう、頑張ったんですけど、はい、ちょっとなんかスピード足んなかったです。そうです。まあでも苦手な、新しいコースはどうでした。あ、楽しかったですよ。だいぶね、もう何年もずっと一緒だったんで、うん、新鮮で良かったです。はい、ありがとうございました、瀬川さん次の広島、もう得意中の得意ですよね。広島ね、まあ、好きだけどあんまり勝ってないですからね。行けたらいいんですけど、みんな早いし、そこにもいるし、早いのね、頑張ります、全力で。じゃあファンの方に最後メッセージを。そうですね、次もね、
頑張りますんで、皆さんダートスポーツ読んで僕応援してください。ありがとうございました。お疲れ様でした。はい、遭遇ですよ。らしいね。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。やっぱ地元っていうのが強い。いや、今回ダートスポーツから賞金出るって聞いたんで。やってないですよ。ありがとうございます。出せないですよ。ありがとうございます。出した瞬間に1000万出るって。いや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 。すいません。ミリオニアじゃないですか。ありがとうございます。すいません。はい、レース展開的にどうでした今回は。え、ヒートワンは展開は両方ダメだったよね、スタートが。ああ、スタートが追い上げのレースです、ね。はい、得意な追い上げのレース。得意な。はい、ラインを知り尽くしてますから。いや、知らないよ。適当適当。うん、なるほど。はい、次の広島どうですか。結構昔から鬼門って言われてません、成田さん。そうだ ね、 そうですよね。とりあえずでかいジャンプだけなきゃいいな。3連とかなきゃいいなって思います。はい、セクションの、はい、はい、大丈夫ですか。大丈夫です。はい、はい、じゃあ1000万よろしくお願いします。いやいやいや、後で口座番号教えておくんで。はい、ありがとうございました。